おめでとうございます。あの左襟のピンバッジ、うんえー、どういう意味を込めて今日はつけてこられたんでしょうかやっぱり僕やっぱ、日本人としてやっぱこういう大きな舞台に立てるということでやっぱりこう NBA のこういうのってやっぱり世界でも,こうあるのもう見られているのでやっぱその中でやっぱ僕の,やっぱこの日本の国をしっかり見せなきゃいけないなと思ってやりました。 テレビ朝日です。おめでとうございます。ありがとうございます。九、えー、位ということでしたが、この順位は、えー、想像されてましたでしょうか。う全然それから想像想像内のことでやっぱりこれからまあどのチームになってももうやっぱり僕そのチームにインパクト与えを与えるつもりでやるのでやっぱりこれから楽しみですね。それからあの呼ばれた瞬間感想いかがですか。もう本当に夢みたいでしたね。もうやっぱすごい感覚に入ってまあ。 や家族周りにいたんでやっぱちょっと落ち着きましたけどやっぱりすごい感覚になりましたね。えー、スポーツナビの庭です。おめでとうございます。今日グリーンルームに入ってから結構一人の時間ってあったじゃないですか。あそこを呼ばれるまでのま時間結局あったわけですけどもあそこで何を考えてどんなことをこう想定したりとかどんなどんな時間だったんですかそこ。やっぱりあのま今までこう中学校高校大学でこうやってきたことを結構思い浮かべたりしましたしやっぱり。 これからどうしようというかやっぱどうするかというところを想像ししながらやっていままたねすすせんライターの小永です、えっと、日本にとってもこの指名は快挙なんですけどもこれから日本のバスケがどういうふうに変わっていったらいいと思いますかやっぱりこういうふうにやっぱり僕も小さい頃まあ日本でプレーしていてもやっぱりいろんなところを海外行ってこうアンダー16とかアンダー17行ったり世界大会行ったりしていろんなところ行ったのでやっぱそういうのをやっぱり 日本人もどんどんやっていってほしいなと思いますし、まあ、そのアンダーのやつだけじゃなくても、やっぱりこういう,う NBA キャンプとかそういうのもどんどん呼ばれていけたらいいなと思いますそうすればやっぱバスケももっと盛り上がっていくと思います。Just so you guys know, Cam えっとルーキーイヤーであのどのぐらいの成績を残したいかというのをお伺いしてもよろしいです。まあやっぱりチームにどれだけ貢献できるかってことを目標にやっていくので、やっぱスタツではなも考えてないんですけど、やっぱそチームに貢献できたらいいなと思います。えすみませんテレビ東京。あすみませんえー、テレビ東京です。えっ、ー、と。 まあ先日、ドラフト会議について日本のバスケットボールの歴史が変わる日になるというふうにおっしゃってましたけれどもえ改めて今、その日が来たというかその日を今、終えてみての感想と,えとご自身、段あの楽しむということをキーワードにされてますけれどもドラフトを終えてみてその辺りのお気持ちというのはいかがだったのか2つ聞かせてくださいまあそうですねやっぱまあこれはかこ,のまあこの会議、今言,言われた通りやっぱこり会議というのはもうその1つのイベントなんですけど まあ、こういうふうにすごい、今まで僕がいったイベントの中でも、本当に大きいって感じたので。まあ、それ、まあ、それはそれで、まあ、今終わって、終わったことなので、やっぱ、でも、これから、やっぱり、チームに行って、どれだけ、僕が。あの、できるかということを楽しみにしてます、ね。おめでとうございます。えっ、ー、と、ウィザーズというと、やはり、えー、ジョンウォールとブラドゥルビール。っていう二人のガード選手が中心、まあ、今、あの、ジョンウォールが怪我で抜けてるんですけど。まあ、この二人、どういった印象、どう、選手として、どういった印象、持ってますか。やっぱり。 実はあのブラッドィー・ビルトはあの去年あの、ナイキキャンプで一緒にやってて、てチ,チームも一緒だったのでちょっとまあ分かって知ってるんですけど、まあ、ジョン・ウォールとかもやっぱり1人のすごいあの、まあ、オールスターの選手なのでやっぱそういうチームの中でやれるってことすごい楽しみですね。